中学から始めた柔道は高校時代にギリギリ黒帯は取ったものの、体が華奢なこともあり今も後輩に投げられっぱなしだ。かつて東京高等師範学校、後の筑波大学の校長を務めた加納治五郎はこう言ったらしい。勉強はというと、正直子供の頃から得意だった。体育では劣等感を味わったこともあったけれど、コツコツとした積み重ねがきちんと結果につながる理系は特に得意だった。ふと学部入学時のガイダンスで聞いた言葉を思い出す。皆さん入学おめでとうございます。皆さんは今日から大学生です。皆さんがこれからプロの野球選手とかプロのサッカー選手、それになることは多分無理だと思います。でも研究の世界では大学からでも世界で勝てるチャンスがあります。まるで自分のために用意されたような言葉だと思った。それまでパッとしない人生だったけれど、 HBP で研究に向かい始めてからは毎日がちょっとスリリングだ。もともと筑波大学を目指そうと思ったのは、人を育てる大学というイメージがあったからだ。もちろん大学が勝手に自分を育ててくれるわけじゃない。人一倍勉強研究をして初めて教授たちも真摯に相手をしてくれる。しかし全然思うような結果が出ない。そんな日々が続き、お、内田はどないしたん？ここのところ思うようなデータが取れなくて。ああ、それでか。やり始めて何ヶ月ぐらい経ったっけ？3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月か。あの実験でさ、いろんな条件検討せなあかんから3ヶ月ぐらいで落ち込まなくて大丈夫やと思うけど、粘り強くさ一生懸命やったら大丈夫やと思うよ。結局しつこくしつこく粘り強くやってるやつが最終的に生き残っていく世界やし。そんなぽつりと教授が言った言葉が忘れられない。僕にとっての譲れないものは大学にあった。特別じゃなかった自分がここでなら少しだけ特別になれるような気がする。人に勝つより自分に勝ちなさい。加納治五郎さん、僕はまだ半人前の研究者かもしれないけど、研究の世界では自分に負けません。